旧伊達町の商店街、天王通り商店街からのにできた雑貨屋フチュールからお伝えしています。ここはハンドメイドの雑貨を取り扱うお店で、県の内外から40人以上の作家さんの作品が並んでいます。ここからは店主の斉藤さんとともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。斉藤さん、ここのお店はどうして始められたんですか？はい、私もアクセサリーを作っておりまして、その中でもともとハンドメイドの良さを広めたいと思って開業しました。そうなんですね、はい、ちなみにこちらの作品が斉藤さんの作品だということで、はい、こちらどんな作品なんですか？はい、チェコビーズやレジンなどさまざまな素材を使っております。おしゃれですね。はい、それでは一緒にたくさんこちら店内見ていきたいと思います、はい、先ほどもお伝えした靴下でできたお人形ゾッケ、こんな可愛いものがたくさん種類が揃っています。抱き合ってる。さらにですよ、奥にはアクセサリーや小物がたくさん並んでいるんですけど、私が目に留まったのこちらです。この手のひらサイズの革小物、これお財布なんですよね、はい、開くとこんな風にカードが 1,2,3 箇所に入って、お札も入って、さらには小銭も10枚以上ザクザク入ってるんです。これ革もかなりいい素材のものを使っているということ で、はい、こちらは雑貨屋さんですけれども、男性にも嬉しい商品があるんですよね。プレゼントとかでもらったら、ありがとうございます。さらにこちら、はい、奥にはですね、私これ先ほどから気になってたんですけども、このカバン、はい、お散歩バッグということで、はい、犬のお散歩用にもともとは作られたんですよね、はい、なんかちょうどいいサイズ、ペットボトルなんかが入る、これいいですよね。こちらも手作りの一点物ということで、はい、こんな商品がたくさん並んでいるんですよね、はいはい、手持ちもできそうですね。ちなみにここに並んでいる雑貨たちは、はい、これどのようにして集められたんですか？はい、マルシェの主催もしておりまして、はい、その中でのつながりや、はい、インスタグラムなどから直接オファーをして、はい、委託していただいております。マルシェ時代 の、はい、そのお知り合いも含めて、はい、さらにはインスタグラムなどからご自身で集められたんですね、はい、はい、そうです。つながっていくんですね。そしてさらにですよ、今月2月はお菓子販売月間ということで、はい、この通り焼き菓子もたくさん並んでいます。こちらも県内のお菓子屋さんから集めた手作りの作品ということで、はい、これ美味しそうなものがたくさん揃ってますね。そうですね、こちらにもあるんですよ。奥にも他のお店のものやパンも揃っています。パンもある。斉藤さん、たくさんいろんなものをこちらお店用意されてるんですけど、はい、今後はこのお店をどのようにしていきたいですか？はい、当店はことでのコンセプトはプレゼントというところなんですけれども、お客様自身のプレゼントももちろん、誰かに対してのプレゼントももちろん、ハンドメイドの商品の中からお選びいただきたいと思っております。でその中で商品の良さや作家さんの思いなどを私の言葉からお客様にお伝えできればと思っております。商品の良さに共感して購入していただきたいと、はい、そんなお店になったら素敵ですよね、はい、この素敵な雑貨がたくさん集まった伊達市の雑貨屋フチュール、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、中継でお伝えしました。はい、プレゼントがコンセプトということですけどね、古賀さん、やっぱりいろんなものがありましたね。ありましたね。もう自分へのプレゼントに買いたいぐらいですよ ね、はい、友達よりもいいけどね、自分へのご褒美でもいいかもしれません。中継でお伝えいたしました。